北海道いいんだなって。いやなんか寒いって思うじゃないですか北海道。いやあんなも思ったより寒くないと思ったんですけど、ホテルの部屋に入った瞬間に鼻水が止まらなくてやばいです。うん、それはハウスダスト、ハウスダストか。そう、雪降ってる。もう鼻がね詰まってきた普通に。でもなんかもうめっちゃ美味しいもん食べたよ。もうめっちゃくちゃ美味しいもん食べました。寒暖差アレルギー、そうです。雪ある、雪ふね、ちょっとパラパラって降ってる。でも滑りやすいって感じの地面。初雪かも。うん、北海道のホッケが美味しいだって。え、わかる、北海道のホッケ大好き。白い恋人お土産でお願いします。え、なんで渡せないじゃない。北海道ナウ、一人部屋。暴風じゃない、風ないよ、風。風はナッシングトゥーマッチ。メリークリスマス。イヤホン3つ持ってきた今回。イヤホン3つにヘッドホン1つだから、わ4つ。耳何個あるんだって。え、それな、そう、ヘッドホンさなくす前提だって。いや、なくさないですけれども、スイッチも持ってきたんですよ。時間あるから、なんか時間ある時にやるかなって思って、スイッチ用のイヤホンとエアポッツとヘッドホンの充電が切れた時用のイヤホン、うん、万全の体制。もう音楽ないと生きていけないので、ガチで。なんか皆さんヘッドホン何使ってますか？ヘッドホン、皆さんヘッドホン何使ってます？私はこれ、私はこれです。飛行機乗るときにさ、なんか バッグとかさ箱に入れるじゃないですか。で、箱に入れるときに片方の耳だけ落ちてて、ここで、でガカ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 ガってこのここがあの下のロールのところにガカガカガカガってなってて、やめてって思った。
それは兄様。でも本当はあの韓国のアイドルとかがつけてるあのあれがまあ欲しいかもって思ったんですよ。なんか音とか別に知らんけど、なんかおしゃれだから、なんか韓国のアイドルとかなんかすごい持ってるから、なんかいいなと思っちゃって、そのヘッドフォンを最初買おうかなと思ったんですよ、 AirPods Max。 でも高いし、なんかミーハーかなって思われちゃうのも嫌だ。 でしかもなんか音だったらやっぱわかんないけど、なんかなんとなくなんかこっちもなんかおすすめみたいな、なんかネットとかで調べていいって書いてあったからこっちにしてみた。でもアップルのね、本当あのヘッドホンめっちゃいいんだけど、マジで10万ぐらいしますよね。でもこれも結構いいお値段だったんですけど、そう。うん、でもヘッドホンまた買います。なんか次は有線、線をつけられるヘッドホン、これも線でいけんのかな、線刺すとこあるけど、有線にもワンチャンできそう。そう、好きなものにはお金かける、そう好きなものにめっちゃ金かける。今日もパソコンのソフト欲しくて、3万円のソフトが欲しくて、コンビニに iTunes カード3枚、1万円の iTunes カードを3枚買って、なんかすごい店員さんにちょっと冷たくされた。なんか不審に思われたんかな、 iTunes カード3万円分買って。うん、iTunes で3万使う人見たことない。私も買うと思われなかったけど買った。だからヘッドホンもまた新しく買います。もう買いまくりですけれども、ヘッドホンもまた買おうかなって思ってます。めっちゃお金使うだって。でも私本当に女の子ってなんかアクセサリーとかバッグとかなんかそういうのにいいものを買うみたいなのが自分にはなくて、なんかアクセサリーとかバッグとか、そんななんか結構今時の女の子買いだよってきて、なんかそっちよりはなんかそう、そっちじゃないところでお金扱っちゃうんですよ。うん、そう、今年はパソコンを2つ買ったし、そう、まあ、いろんな、てか今年パソコン2つ買ったのやばいな。パソコンを2つ買って、え、待って、パソコンを2つ買ったんだ、え、それやばいね、え、怖っ、なかなかやるね。やばいね、パソコン2つ買って
そう。でもパソコン3つ持ってるんですよ。で今年そうパソコン2つ買ったんですけど、それまあ本当マジで、デスクトップパソコンとノートパソコン買ったんですけど、やばいね。そうモニターもね、なんかさゲーム実況したいんだけど、モニター2個ないとさ、デュアルモニターじゃないとダメみたいな、まあ、ダメなことはないけど遅延が発生して、なんかどうなんだみたいな、わかんない、ちょっと調べてもわかんないんだけど、そうモニター1個はあるんだけど、まあ、使ってないテレビも家にあって、モニターもう1個買おうかなと思って、結構電化製品屋さん行ってモニター昨日も見たんだけど、モニターね買わなきゃと、うん、ゲーム配信やりたいマジで。まず1月に龍が如くが発売されるから、それは絶対にやりたい。モニター最近安いですよ。そう今使ってるモニターがでも2万ちょっととかだったかな。でもなんか店に置いてあるだけやつだけですってなったから、ちょっと安くなってたで買って、そうなんか最近なんか今年は本当になんかそういうお金の使い方たくさんした。うん、カメラも買ったし、カメラも2つ持ってる、 GoPro と普通のソニーのカメラ。あ、でもカメラ、ビデオカメラね、オリンパスのカメラも持ってるし、なんかね、なんか持ちすぎてるわ、なんか家電いっぱい持ってる。でもそれ以外にお金を使ってないんですよ自分はね。うん、めっちゃ高いアクセサリーとか持ってないし、めっちゃ高いバッグとか持ってないし、そう、服はよく買いますマジで。昨日も買った。でもそんな高い服めっちゃ、もう私じゃもうエリナ様ってレベルの、もうほんとそんな普通に同年代の子が買うような服ばかり、うん、今何時何分か分かんねえんだが、11時42分いい、服っていくつぐらい買うもん、服いくつ、どういうこと、どういう質問ですか、服っていくつぐらい買うもん。え、昨日は3着買いました。これも昨日買った。今年一番高い買い物は普通にパソコンですかね。パソコン、パソコンは YK エージェントのマネージャーさんと一緒に買いに行った。一つはなんか一人じゃなんか怖くて、自分ってなんかこう見えてなんか店員さんと会話ができないんですよ。あの
なんか何回もお店に行ったんだけど、店員さんが話しかけてくれなくて、自分ですいませんって言えなくて、それできなくて、マネージャーさんに言ってついてきてもらうことになって、で自分がしゃべなんか質問があるときは通訳してもらうっていう、そう、そう。でもそのお店で出会った店員さんがめっちゃいい方で、何聞いても全部答えてくれて、なんかすごいめっちゃ詳しくて、自分からね喋れたんですけど、結局自分からめちゃくちゃ会話できたんですけど、なんか腕見たら研修生って書いてあって、えってなんか、えこの詳しさで、この接客の素晴らしさで研修生なのみたいな、普通に研修生なんですかとかって聞いちゃった。なんかもう本当素晴らしすぎて、その店員さんが、え研修生ですかみたいな、え本当ですかみたいな、そう、でももともとパソコンが好きでみたいな、ゲームが好きでって、わーって、でも周り見たらほぼみんな研修生って。めっちゃすごかった。てかめっちゃ分かりやすくて、なんか自分はファイナルファンタジーがその日発売日だったんですよ。でファイナルファンタジーの実況をしたいって、どの容量だったら何だかできるかできますかみたいな聞いて、まだできてないんですけど、とプレステがねリビングにあって、お父さんがいつもウィレレしてるから、それを持ち出すのかわいそうだなと思って、でもプレステをまた新しく買うかって言ったら、まあそうじゃないと思って、月日が経ってます。で、うん、ウィレレ、ウィーレ、そう、でいっぱい調べてくれて、そのお兄さんがめっちゃ優しくて、めっちゃ頼りになった。初代寒がりサンタ決定戦だって、現在36位。えって、なんやそれ、寒がりサンタってなんやねん、寒がるな、サンタが寒がるやつがサンタをするな。そんなこと言うと来なくなるぞ。サンタさん、待ってます。ウェーイ。でもサンタさんまであと10日だね。私は来ないけど、アラサーなんでこう見えて。子供のためにサンタになります。お。
でもサンタさんはいますから、まだまだ若いよ。だっていや若くないって言ってないよ自分自分のことを若くないって言ってない。うん、プレゼント何欲しい？うん、ゲーミングモニターとパソコンにつないで聴けるヘッドホン。すいませんでしたって謝罪。子持ちに見えないだって。ごめん待って、持ってないし。まずどういうこと？怖い。持ってない。持ってない、ごめんなさい。シシャモじゃないんだから。だってやばい、待って、それ昭和のなんか例えみたいな感じで分かんない全然。うん、どういうこと？え、子持ちシシャモ、分からん、ごめん。シシャも美味しいよね。給食に出てた、小学生の時、美味しかった。髪染めた？染めてない。シシャも卵が苦手。卵大好き。シシャモの、髪の毛切りましたね。切ってない。心染めただって。心染まったかな。何に染まったのかな。心、誰色に何色に誰色に染まったのでしょうか。汚い女に染まっちゃったひどいじゃん、ひどいじゃん。そうかな、アラサーだからね。わらわらわらだって。って私より年上の方が笑ってます。多分40代。ちょっと鼻かんでこよう。でもさ、みんな違ってみんないいです。
年齢とか関係なく今この配信を見ている皆様に本当に感謝しておりますし、やっぱ年齢で人をね、私は見ていません。もう本当10歳、20歳、30歳、40歳みんなそれぞれの人として私は見てますので、まあ、皆さんは私のこと、あ、26歳の女だと思っているかもしれませんけれども、私は、あ、50歳の男の人だとか、42歳の男の人だとか、全く思ってません。うん。嘘ついてる時の顔だなんて、逆に私が嘘ついてた時の顔とか覚えてます？どういう時？私が嘘ついた時思い出せます？逆に、うん、しょっちゅうだって、え、嘘つき、もしかしていつも嘘ついてるからわからない、え、そうなの？なんでおじさんに優しくしないのだって、え、どういうこと？ひどい、悲しい。まあひどいとか思ってないですけど、別に悲しいとも思ってないですけれども、でも多分私と接してる一人一人として接してるおじさんは私のこと優しいと思ってます。多分客観的に見たら、まあ、優しくないっていう言葉のこういう感じのとかは優しくないなとかと思ってると思うけど、多分こうやって接した方は優しいって思ってます。うん、ちゃん鬼殺隊なのって質問したら、はいって言ってたよ。え、ごめん、言ったかな、言ったかも。でもなんかノリで、なんか鬼滅の刃の話とかになった時に鬼殺隊なのっていうコメントに、そうだよってちょっと言ったかもしんない。それはごめん、それは謝罪します。うん、明日よろしくお願いします。では最後におランキングを見ます。いきます。13位ごめん先生、12位トムトム、11位シルジーアット ODA 神吉、10位マーアットダシ、9位クロワ、8位ムラッペ、7位バディ、6位マッカーシーアットダシ、5位東京のスマン、4位ミホ、3位ワタアメ、2位テイテイ、そして1位はナオナオ、ありがとう。ということで、明日来る方はぜひ一緒に楽しみましょう。ではバイバイ。